北海油田におけるガスフレアガスフレアとは、油田やガス田から発生する有利天然ガスを焼却処分する際に発生する炎のこと。焼却自体をガスフレアリングまたは単にフレアと呼ぶこともある。原油を掘削する際に生じる水犯ガスは、揮発性成分に富むことから、しばしば爆発事故の原因となるなど、古くから石油生産上のネックとなってきた。 このため、櫓の上にパイプを導き燃焼させることで、安全対策が取られてきた。機械や従業員などの動きが少なく、絵になる光景がない原油掘削施設で、唯一写真やイラストなどの題材になりうるものであり、油田の象徴として扱われることが多かった。現在では、工術の環境問題の高まりから利用を避ける、石油会社が多い。ガスフレアは、 燃料となりうる天然ガスを単に燃焼させることでもあり、様々な利用手段の検討が進められてきたが、ガス中に硫化水素などの腐食成分を含むこと、パイプライン輸送施設や液化施設などの設置や維持管理などに莫大なコストがかかることもあり、利用は海上油田基地や積み出し港に近い一部の油田に限られてきた。1990年代に入ると、 二酸化炭素排出に伴う地球温暖化の進行が懸念されるようになり、ガスフレアリングは環境を悪化させるものとして象徴的に語られるようになった。石油関連会社はこぞってガスフレアリングの削減に乗り出し、液化石油ガスなどの生産や地中への再注入などに利用されることとなり、ガスフレアは世界各地の油田からは急速に姿を消しつつある。 ありがとうございます。